GT 第7戦、タイ、決勝終わりました。今年の中で一番、レースさせてもらいました。車の方も調子よく、関口選手はですね、前半ものすごく熾烈な争いの中で、なんかね、初めて今年レースしたような感じなんですけど、関口も見てましたけど、前の車にひっついて走るとダウンホースがなくなって車が曲がらなくなるんですよね。それは別に僕らの車だけじゃなくて全体で、ただね、その要素がちょっと僕らの車が多かったかなと思います。ペース的にはね、関口選手のペース中盤なかなか良くてね、どんどん追い上げたりするんですけど、300に引っかかったり、前の500のバトルする時にダウンホースを抜けて、失速してその後後ろの車に抜かれたりとか、まあ、そういう部分はありましたけど、でもまあそういうライバルたちと戦える車をタイヤを用意してもらった今回のタイラウンドに対してものすごく感謝しています。関口選手がですね、そこそこいいペースで走ってくれたもんですから、僕的には正直そのペースを見ながら、僕の頭の中のイメージはちょっと未知の領域で走られると、その中で、中盤関口選手が6番7番8番ぐらい走ってたんですけど、その順位を守れるかなというようなちょっとイメージ、ちょっと緊張があったんですけども、いざ、ピット入って、関口選手のピット入った時もですね、最終コーナー手前で接触があって路面にね、ものすごくカーボンが飛び出たんですけど、それを踏んでしまったらしくて、それでそのまま行くと、トラブルになるかもしれないっていう形で関口選手がピットに飛び込んできた。その判断もものすごく正しかったと思います。それで僕に代わっていざ走ってみるとですね、ダイヤがウォームアップしている最中に12号車に追いついてこられ疲れましたですけど、その後、12号車についていくつもりで頑張ったんですけど、300の処理でですね、ちょっと12号車がポッ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 と離れまして、でその後、自分のペースを取り戻して走ってみたところ、車のバランスがこの週末で一番いいし、不甲斐なかった僕の手の方の予選よりもアクセル回路が決勝ヒントにもかかわらず空いてるぐらいの走りをでき、ペース的にも自分の中では、しっかり走れたつもりでいてるし、ブレーキもしっかり踏めたし、本当に久しぶりに攻めるレースをさせてもらいました。そういう車をですね、与えてもらった、チーム横浜ダイヤには感謝したいと思いますし、僕がこのぐらい自信を取り戻しながら、自分のペースを掴んでレースをさせてもらえることによってですね、僕の有利なところというのかな、車タイヤをどういう方向に持っていくかということを今回のレースでものすごく見れました。これをですね、きっちりチーム、横浜タイヤさんにですね、伝えることによって、さらに車を良くし、さらにタイヤを良くしてですね、ポテンシャルのある装具を、我々が伝えるように頑張りたいと思います。24号車がですね、優勝仕掛けの2位でした。横浜タイヤ今年ものすごく、苦労したんですけれども、ここタイラウンドでものすごくポテンシャルを発揮できたと思います。たらればなんですけれども、我々の車、タイヤが日々試しで使ってるんですけど、人間関係的にはものすごく信頼してるんですけど、使ってる車に対してタイヤに対して、さあレースウィーク走ってみたらどうなのっていうところが多少ありましてですね、それが今なくなった、今もう一度レースさせてもらえたら順位は3つぐらいはポジションを上げてゴールできたような気がしてます。我々に足らなかったですね、レースをすることに対する、自信であるとか、そのなんていうんですか、こうエネルギー、それが今回のレースで、出てきたし再確認できたんで、茂木は精神を頑張りたいと思います。国内のサーキットに変えるとまたいろいろ状況もポテンシャルの分布も変わるかもしれませんけど、ここで得たデータ、フィーリングをですね、きっちりとですね、分析して、素晴らしい車と素晴らしい対応に頑張りたいと思います。今年1年ウクライナレースを続けてきましたけれども、6位でも満足したらダメなんですけれども、この6位は我々にとってものすごく嬉しい6位です。レースした上での6位で、後ろで走ってた36、37、タイヤ無交換で前に来ましたけれども、それをどけたとしたらそこそこの順位に行ってたような気もするし、本当に今年一番のレースを、させてもらえた気がします。チーム横浜タイヤとして応援いただいた方々、ファンに感謝したいと思います。自信を取り戻した秋田11は、茂木でさらにいい走りできるように精一杯、努力して準備して茂木に挑みたいと思いますので、茂木も応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。チャンネル11をご覧の皆さん、どうもいつもありがとうございます。
最新の情報を見るためには下の赤いボタンです。登録ボタンを押してください。最新の情報をあなたにお届けします。どうぞよろしくお願いします。チャンネル11登録してね。チャンネル11登録してね。